こんばんはこんばんは今日は ST48 の7周年ツアー初日兵庫公園に行って広島に帰ってきましたただいまーただいま帰りました今日は本当に話したいことがもう山のようにあるんですけど今日ね瀬戸里とかの話もしたいですし あのアルバムの選抜としての話とかも選ばれた時の気持ちだったりこれからのこととかいっぱい話したいんですが明日もあるのでほどほどにしつつだけどやっぱこのライブ終わりの感情っていうのは後からだとまた違うというか今じゃないと話せないことなのでまあ明日もあの朝から 高崎愛コイベントとそあの卒業公演と二公演あるのでねちょっとあんまり長くはならないようにでもあのたくさんお話できればと思っておりますただいまでですす帰りまましたですまずはツアーの初日が終わったということで今日からいくら花歌を歌っても許されます うわもうずっとさ鼻歌歌いそうで大変でしたうわおみかんさんタワーありがとうございますくまちゃんくま俺を俺後日でもいいですかお話ししていい俺書くねなんかお話ししながら書きながらだと なんかどちらも中途半端になってしまいますお礼も中途半端になって見てくれた方もありがとうございます今日見れてないけどなんか口コミ見て気になっちゃったよギフトが出たありがとう見逃し配信見てる早い2回目ってことありがとうありがとうございます本当にもう本当に今日はもうなんか めっちゃバタバタだったんですよ本番前「いやいらない!ヨイヨイヨイ」とか言って確認したはずなのになんか写真見たらさここに一本髪の毛が出てた全部気づかなくて終わるまでここの髪の毛が出てることに終わってからそれで、ね、気づきました <laughs> ちょっと抜いちゃいましたずっとなんか一本に、ね、紛れてたいやその話はどうでもよくて今日はですね今日のセットリストは STU48 兵庫バージョンを初めて披露しましたあの先輩たちはもう何度も披露したことがあるんですけど2期生は初めて兵庫バージョン披露しました今日兵庫バージョン披露したってことは次回香川バージョンとかがあるかもしれないですのでね <laughs> 毎回歌詞を本番直前までメンバーと歌詞カード見て 愛しの標語はつっ,って練習しましたポートアイランドいクタえっ待ってポー待って待って待ってよリズムがね難しいんですよこれがまたそうそう歌詞が違ったの気づかなかったもしかしてそうなの からべなべなーシ老少期とかあったの私今日老少期のツイートしたじゃないですかそれあ老少期や食べたい食べれなかったそういえば今日老少期あれ老少期食べる気満々でいったのに今気づいたそう順番難しいのあしんちゃんさんありがとうございますタワは後日でもよろしいでしょうかありがとうございます すいませんありがとういつもくださるもう本当にタワーをいつもくださる方本当にもう自分にご褒美でアイス100個ぐらい買えるよありがとうね可愛くしてくれて私の配信を華やかにしてくれてありがとうございますこんばんは あ、お手紙書いてくれるの。ありがとう。ろうしょき美味しかった。羨ましい。大行列だったんでしょう。ね。そう、でも、ちょっと、もう先に。あの、選抜のお話し,しようかな。きっとみんなもさ。あの。ね、ネタバレ知りたくない方も、その選抜については。聞きたいよって方もいらっしゃると思うので。あの、今回ですね。ファーストアルバムが。 明日アルバムが6月5日に発売されるっていうのはあの発表されていたんですけれどもあ谷くんタワーありがとうございますありがとうまたお礼しますお礼書,書いとくと明日終わってあさってとかになっちゃうかもだけどすいませんありがとうゴールデンだからゴールデンキラキラお礼書きます それですねえっとそのアルバムが出ることはもう発表されてたんですけどそのリード曲アルバムが出る時って一個そのアルバムの目玉みたいな感じっていうかなんていうのかなその代表ソングみたいなのがあるんですね。例えばこの AKB さんだったら このアルバムだととこここにいたことっていうアルバムだから「ここにいたこと」っていう曲があったりとかそういうなんか歌番組とかで披露されるやつとかユニットとかじゃなくこう16人の曲新しい曲みたいなそう,そうシングルでいう表題曲みたいなのがアルバムにもあるんですけどで今回 STU のグループとしてのファーストアルバムの 記念すべき 1, 枚目 1, 個目1つ目のアルバムの16人選抜に選んでいただきましてこれからあのアルバムのイベントとか始まっていくんですけどお話し会とかねそういうのが始まるんですけどその期間はまた選抜メンバーとして活動させていただきます。本当にありがとううございますもうねなんか メールにメールの方にはメールの方にもちょっとライブ後の気持ちでちょっと雑な文章だったかもだけど書いたんですけどやっぱり選抜メンバーシングルの選抜が9枚目10枚目と2作連続だったからなんかファンの方にも 次も大丈夫だよって優しい言葉をかけてもらったりもしたんですけど STU のグループは16人以外のメンバーもたくさんいるしその16人に選ばれていないメンバーも個性はあるし個性も可愛さもいろんなそれぞれの良さを持ち合わせているので自分が選ばれるっていうその確証はないというかいつ落ちても仕方がないしもう自分の。 頑張りだけじゃなくファンの方の応援とかの力もあって今回16人に選んでいただいてあのですね初めてのシングル選抜の時は一番後ろの一番端っこにいたんですけれどもね今回前の方でパフォーマンスさせていただくのできっとねいろんなパセリは。 大丈夫だなと思って離れていかれる方もきっといるんじゃないかなと思ったりそれをよく思わない方もきっといらっしゃるだろうなというのもあるしでもとびきり喜んでくれる方もいるし本当にいろんな意見があると思うんですよ。 だけど今 STU が変わるタイミングだったり新しい3期生が入ってきたりして本当にみんなも STU が変わるもっとこういろんな方に知ってもらえるチャンスっていうタイミングでのアルバム発売なのでそう。 を全体見たときにどういう役割を求められているかっていうのをしっかり考えて活動しなきゃなと思います自分のことだけじゃなくてグループのことをもっともっと考えないといけない立場だなと思いますすごく今日もインタビュー映像が流れたんですけど本当にもうちょっとねいろいろお話しした中であの部分が <laughs>。 映像で流れてあ本当にねいろいろ話したんですよインタビューっていうインタビューの取材がありますっていうことで集合場所に行ったら想像以上のスタッフさんがいて「えっ?」てて何かおかしいなと思ったけどいやでも7周年ツアーで使う映像インタビューなんだと思って取材を受けてたんですよ。 でその取材の方もあの何度も PR 舞台の時とか他のいろんな取材でお世話になったことのあるインタビュアーさんだったからあこの方が今回もそ,うその方とお会いするたびに私の、ね、何グループでの立ち位置というかグループでの活躍というかがどんどん変わってて最初初めてお会いした時が。 高崎彩子のトップエルネオさんの取材の時にそのインタビュアーさんとお会いしたんですけどそれでまあ周年本とかそういう時とかまあいろんな取材の機会があってで PR 舞台のこのムック本この時もお世話になった方でそうで今回アルバムの発表の時もそのいらっしゃってまあなんかまたこうやって。 お会いできてよかったなとか思ってお話そうしてたんですねそれでねもうずっとその7周年のツアーに向けてどうですかとか話したり「卒業は続いてるけどどう思いますか?」とか「後輩が入ってきましたけどどうですか?」とか「そ自分の夢」とか「グループとしての夢は何ですか?」とか本当にいろんなことを話したんですよ。でそしたら最後に実はアルバムが アルバムの選抜とししてて活動してもらいますって突然言われてそういろんなもう30分ぐらいもうちょっとかななんか結構長い時間いろんなことを話した最後に「実は」みたいな「アルバムの選抜として活動してもらいます」って言われて「えっ今の取材ってドッキリですか?」みたいな「嘘ですか?」みたいな。 今の取材は何だったんだと思って <laughs> そう私もさ自分の思いをこう話してて「えっ?」ってなった映像が使われてて <laughs> そう「え<っ>みたいな,なってる時のもう涙がこん上げ出てるそういう,そう池田優弥ちゃんのリアクション本当に面白い「マジですか?」みたいなみんなが「えっ?」とか言ってるの一人 ギャル混じってたんですけどその映像ももしかしたら公式から出るのかなあれは分からんけどね上がるかなでも上がりそうな気もしましたねそうなの、ね、本当にその時点で発表の仕方にまずびっくりして「ああ」ってそういうことだったんだってこの今日の集合はもう。 アルバムのメンバーだけだったんだと思ってそこでまずびっくりでその時はその撮影置とかも分からなかったので撮影今日公開されたあの集合してる写真並んでる木の前に並んでる写真が出たと思うんですけどあの時に自分がどこの位置かっていうのを初めて知って。あの 本当に驚いたしさっきも言ったみたいにもういろんな意見がきっと喜んでくださる方もいればちょっと真逆な喜びとは真逆などうしてなんだろうみたいな言う意見もきっとあるだろうなとか本当にいろいろそうああこれからもっとグループのことを考えなきゃいけない立場なんだなってそこで改めてそう思って。まあ、これまでも思ってたけど なんですかねやっぱ卒業が続いてるからそううんなんかやっぱ私は PR 舞台に入ってこうやっていろいろ活動させてもらう機会が増えたからきっかけとしてあのきっかけになったのはやっぱ PR 舞台じゃないですか。だから本当に うんファンの方のおかげでこういう活動ができてるんだなだからといって PR 舞台の当時ファンじゃなかった方を嫌な気持ちにさせたいわけじゃなくて PR 舞台に入れたから見つけてくれたって方も選抜に入って活動してるの見たから見つけてよって方もそのきっかけは人それぞれだと思うんですけど本当にやっぱ一番の大きな変わるタイミングは。 PR 舞台があったからだなと思うからいやなんかもう自分の実力というよりやっぱりファンの方の力が大きくてなんか自分のポテンシャルというか自分が持っているものとそのファンの方にうファンの方への 自分が理想とするアイドル像と自分の実際の実力が伴ってないっていうのをすごく感じるんですよやっぱり他の身近な千穂さんだったりマイキューさんだったりもいろんな先輩方とか同期とかさんとかね見てるとやっぱりはあってすごいなってまあもういろんな面でパフォーマンスとか立ち振る舞いとかまあビジュアルとか何でもだけど。 やっぱりこうそういうんですかね活動の幅がこう視野が広がったというか今までは自分が選抜に入りたいとかそういう気持ちでやってきたんじゃなくてこれからはもっとグループのことをこう自分の心ゆとりを持たないといけないというか何か言ってることが何かまとまってなくていや頭もごちゃごちゃしてるんですけど。 なんか本当にその理想と現実のそのなんていうの狭間というかねそういうのの中に今いるという感じで自分はこれから何ができるだろうとか本当にうんねえ考える考えております、う。ん そうだから何かなんですかねやっぱこうよく思ってない方とかがいたとそういう声ってさ負の声って大きく聞こえるじゃないですかだけど私のことを好きでいてくださる方の声を大事にしたいなと思うしそういう負の声の方にもやっぱパセリは選ばれてよかったって。 グループのためにこんなここともしててくれてこんな活動もしてるグループのためになってるなと思われるぐらい思ってもらえるぐらいあの何かグループに残せる存在にならなきゃいけないなって思います本当にそれはファンの方もそうだしメンバーにもね先発に入った時から言ってるけど 選ばれなかったメンバーがどうしてこの子がと思われるのは思われるメンバーにはなりたくないってずっと言ってると思うんですけどそうこれからもそういうなんて言うんですかね選ばれて当然だっていう気持ちは本当に1ミリもなくて選んでもらえてることとか代表としてそういう16人のステージに立たせてもらっていることをしっかりかみしめて。 他のメンバーに STU にこう STU を知りましたパセリを見て知りましたっていう人をメンバーにこう他のメンバーにも還元できるというかグループのために還元できるような活動をこれから頑張りたいと思いますうんそうねめちゃくちゃ。 なんか尻滅つつなこと言って言葉がまとまらないんですけど難しいけど言葉に表すのが頑張りたいとにかくねそう言葉で言うの難しいから日頃の行動で。 示せたらいいいと思いますなんかさこういう時にさ言葉だけで言うのじゃなくてさ日頃からさなんか何ですか蒼井さんとか今日蒼井さんの選抜発表があった時の会場の「あのおめでとう!」っていうあの声がすごく大きくてやっぱりあのコツコツと7年。 努力してきてきなんで葵,葵ちゃんは選ばれないんだとか思っている方がきっとたくさんいたんですよあんなに努力してパフォーマンスねだからそういう人になりたい私ははいね嬉しかった私葵さんね 私がね、初選抜の時の発表隣に蒼井さんがいたんですこっちに右に蒼井さん左にリオツンんがいたんです二人ともすごく喜んでくれたのだからね二人そう一周入れて嬉しいだって後輩が入ってさ悔しいんじゃないですか普通。 ね、嬉しいですね、うん、なんかこれからきっと嫌な言葉とか見ちゃったりして心が沈むことがあるかなと思うんですけどそういう意見も。 あって当然だと思うのででもそういうねそこなんですかね自分へのそういう言葉が辛いっていうのもあるけどグループになんかグループのためのグループのためになってないんだなとそういう言葉なんか。 否定的な言葉を見るとグループのために慣れてないっていうのを実感して悲しくなってしまうのでやっぱり今はグループのためにこう残せる弱いに大きくならないと個人の活動もグループとしての活動だけじゃなくてあの個人のねお仕事とかももっとしてしていうように。 入りり口になりたいってこの前ね公開された研究生の頃のパセリが書いたあの春夏秋冬の MV に「STU」の入り口になりますみたいな書いてたんですよだからそれをねちゃんと叶えたいと思いますはいうん人間そんな急に成長できるわけじゃなく ちっちゃなコツコツで気づいたらこんなことができるようになってたとか時間がかかるとは思うんですけど楽しみながらやりたいと思います楽しみますとにかくアイドルになりたくてなってるからしかもさ私はさアイドル4ーータグループが好きで入ってるからさもうこういう世界だってこういうなんか。 総選挙とかじゃんけんとかで決まる選ばれる人と選ばれない人が出る世界だって分かって入ってきてるからさなんかもうそういうねとにかくもう自分の自分らしさを出すしかない頑張る私のそういうところがいいと思ってくださる方がこうやってきっと見つけてくださってるし。 自分らししさは大切にしたいなと思いな思ますす、ね、大切にするよこれからも多分その自分らしさが何なのかを探り探りになってしまうのかもしれないですこれからは。立ち位置とかを考えて自分の役割とかね役割を考えると。 自分はどうあるべきなんだろうっていうのを考えるからその自分らしさは何だろうってなってきっと悩むんだと思うんですけど、まあ、それも成長の一つなのかなと思うのでみんなのそういう優しい声とか熱い応援とかそういう声を聞きながらああこういう姿がこういうパセリのこういう姿が好きでいてくれるんだじゃあここをもっと。 自分の強みにしようとかいうふうに見つけて頑張っていけたらと思いますので皆さんあのこういうところが好きだよとかいう声そういう愛の重さみんなからの愛の重さをどんどん私に伝えて、まあ、今も伝えてくださってるけど伝えて私もみんなへの感謝の気持ちを。 とかねそういうのは活動で返せていけたらと思うのであタイトル言ってなんかタイトルが愛愛のの重重さです愛の重さっていうタイトルです私にぴったりなんかマイキューさんがこの PR 舞台のインタビューで「いつかセンターになる時があったら重い愛の歌を歌いたいです」って答えてたらしいんですしたら <laughs> そう。 ではマイキューさん自身も忘れてたらしいそのインタビューの言ったことえみたいな今日の帰りにそうメンバーがファンの方の投稿を見てえマイキューさんすごいですねって言ったらもう本当だみたいな確かにそういえばみたいな感じで言ってたからねあとね歌詞がね「ひらひら舞い降りてきた」っていう歌詞なの。 中村舞という名前にぴったりな歌詞だ振り付けもね舞久さんってしなやかなさバレエのバレエしてたからしなやかな振り付けだと思うんですけどいつもパフォーマンスがもうそういうねしなやかなところとか力強いところとかあったりしてすごくあの素敵な楽曲なんですよ ちょっとまだあの何サブスクあの音楽サイトとかにはまだ出てないと思うので歌詞見てくださいとは言えないから今日の映像を見るしかないんだけどよかったたくさん見てほしいなって思いますいや本当に話したいことがあれこれありすぎて話が全然まとまっていなくて。 あっち行ったりこっち行ったり話してすみません花岡みたいです、うん、あ、そう衣装衣装可愛かったでしょう。言ったじゃないですか衣装衣装見ましたか水色の幕張ウェッセイ多分あの衣装だと思うんだけど皆さん <laughs> あの衣装姿の バセリーによかったら会いに来てください多分そうだと思いますそういろんな種類の衣装があるんだけど私はレースがついた衣装ですそう自分の衣装があるっていうのもすごく嬉しいですよねそう衣装の話をねもっといろいろまだちょっと写真とかはさ今日。 全然取れてなくてたらなって思いますそうなのめちゃくちゃ可愛いんですよなんかこうやって「選抜に入りました」って報告できるっていうのもすごく嬉しいことやなと思いますねこれからはきっと11枚目シングルそこに向けてね <laughs> 活動の中でああ次はどうなるんだろうってなると思うんですけど、ねなんですかね、自分の先の,その活動のこともだしグループのこれからのこともだし今はいろんなことを考えて活動し今はっていうかずっとだけどよりよりね 卒業していくメンバーだったり新しく入ってきたメンバーだったりとか新しいグループになるなっていくっていうのでよりねより変わっていくからより考えることが増えて考えれば考えるほど答えがたどり着かなくて迷路って感じでやっぱ正解ってないじゃないですかこういう活動。ね。どんな ここががしてていいくかっていうのが本当に分からないのが楽しいのがこのフォーテッドグループの強みだと思うしだからこれ自分らしさってなんだろうって常に探りながら活動しないといけないのでそう自己プロデュースというかそうねいろいろ考えたりする時間も多いんですけどとにかく楽しんでやっていければなと思いますので。 ファンの皆様楽しみながらんか本当に一人一人の声大事やなって思うしファンの皆さんって言うけどファンの皆さんって言って一括りにしてるわけじゃなくやっぱ一人一人との出会いとか思い出とかがあるからこれから出会う人もきっといるし。 ね、まだ私の魅力に気づいてない人もいると思うけどこれからもしかしたらねファンになるかもしれないじゃないですかだからいろんなさねいろんな出会いがあるけんねそう一人一人の方との、ね、気持ちも大事にしていきたいと思います、ね、それもきっと難しいと思うんだけど 隣の芝生は青く見えてしまうから一人一人って言ってもってなるかもなんだけどちゃんとあの何に大,事に大事に大事に大事に思っているんだよ。あ最近あの方来ないけど このメンバーのとこに行ってるわけでもなさそう元気かなとかもすごくね日常の中で考えたりもするしねなんかね難しいねなんかさショールームでさ毎日こういうライブでしたって感じなく本当にもうすっぴんだよ今日はもうメイクする気は起きませんみたいな日もあるじゃないですかやっぱそういう時ってさそういう姿の よりさこれキラキラした姿をさ見てしまったけどって方にも本当に感謝だよねだってさ一回でも好きって思ったもうなんか本当にグループのために何ができるだろうっていうのをすごくね思う個人ファンクラブイベントでもね話したんですけど私はグループの。 後ろから支えるる方が合ってるってていう話をしたんですよそうだから自分でもそう思っているから何ですかねこう支えるって言っても実際何をするかっていうのは言葉で言うのは簡単だけどさグループを支えるってメンバーの何メンタルケアみたいなのは <laughs> もうよく。 MC とかでさ「メンタルケアありがとう」とかリコチさんがととか言ってくれるけどなんかそういうのもだけどさもっとグループのなんか縁の下の力持ちみたいなことって難しいじゃないですかでもそんな人任せにしてばかりでもいられないから自分でも引っ張っていかないといけないっていうのも分かってるしその両方をさ兼ね備えてたら最強じゃないですか。 そういう部分で実際言葉で言うのは簡単だけど実際にどういうことができるのかっていうのが私が想像がつくものよりもっときっと客観的に見見た方が見えてくると思うんですこういうところがあったらこういう人がいたらもっと ST のツールになるんじゃないか,かそういう部分を自分で 見つけたり誰かからこういうどうってこういうのがいいんじゃないみたいな,なんかアドバイスをもらったりしながらやっぱねいろいろ探り探りになっちゃうけどいろいろいろなことをさいろんな感情とかを経験してきっと成長していけると思うから、う。ん こういう悩む時間も大事ななのかなと思ったりします悩まないってことはさ悩みがないっていう人はきっといないから悩みながらやっていくのがいいのかなと思うけど悩みすぎてもう今何言ってるかよく分からかりません。<laughs> うん、いやそう明日もあるからちょっと今日この後は高崎学校の復習をしようと 思ってるけどさお風呂に先に入った方がいいなって気持ちとお風呂に入ってすっぴんで鏡見て練習するのじゃ気合いが入らないかなって気持ちと戦ってるんですどうしようと思って絶対にこのメイクしちゃんとしてる状態でやった方がなんか明日の表情とかもきっと練習できるだろうなってお風呂で練習お風呂ね私のうちのお風呂鏡ないんだよ いやー明日さっきあやパンがラスト配信って返したから思わず「パンちゃん」ってコメントしちゃいましたそれでさそのあとよしショールームしようと思ったらソタロウが配信したからちょっと覗いてみようって思って覗いたら「尾崎せりかくが500回目の訪問です」っててめっちゃ気まずかっためっちゃさ選抜のことの話しててさ ソジもなんかめっちゃ涙ぐんでてさそういう大事な時なのになんか私500回目の訪問とか言ってああもう気まずい気まずいと思ってすぐ退出しましたもうタイミング悪すぎるねえ気まずいいやでもメンバーもなんかショールームとかさ見てメールとかさメンバーそれぞれの なんかたまに返信とかが流れてくるんですよファンの方の返信がおすすめツイートで <laughs> 一体何おすすめされてるかわかんないけどメンバーのメールを取ってくださいってことがわかんないけどメールの返信がおすすめ流れてきてそういうあきっと今メンバーはなんか意気込みとかそういう長文メール送ってるんだろうなみたいな返信内容が表示されたりするんですねでもさ普段一緒に活動しててるメンバーって もうそういうさ自分の内に秘めた思いっていうのはペペペペラ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 ,ペラ喋るわけじゃないじゃゃなないいですか一緒に活動しててもこう思ってるんでこういうのが不安でっていうのはさ誰にでもこうやって言ってるわけじゃないからきっとこういう私とかが思ってる選抜入れるかなとかこれからどういう役割になろうとかグループとしてどうやっていけばいいんだろうとかいろんなことをメンバーも。 人に言わないだけで思ってることはたくさんあって、ね、みんな考えながらやってると思うからそういうなんかグループにいいグループが前に向いていける意見とかをもっとみんなで出し合ってもっともっとなんかみんなのさ力がこう合わさってもっと素敵な。 8年目の STU になっていたいなって今日安曇の言葉とかを聞いててもそういうのを思う安曇がキャプテンになってなんかさ熱い思いを本当に持ってくれててこれからの STU をもっと良くしようって今もそう今が良くないとかじゃなくてもっといい風になるにはどうしたらいいかっていうのすごい考えてくれてて。 そう,でそういうさ考えてくれてるし自分自身も安住自身もそういう風に活動をこれまで2年間やってきてるからこそそういう言葉が刺さるからなんかそういう安曇の力にもなれるような人でありたいとも思ったし今日改めてねなんかもう安住がしゃべるたびにそう「そうだよねそうだよね」ってなったしうるうる来た。 もうねなんかもうそういうさなんか同じ気持ちというか強い思いを持ったメンバーが味方というか仲間仲間がいてなんか本当にいいなと思いましたけど素敵な仲間と出会えたなって思い ね、あ青春だったいや今日は青春のラップタイムもねネタバレしたくない人急にネタバレタイム入ってごめんなんですけど、ね、青春のラップタイムしたんですよ。で青春のラップタイムは PR 舞台で NMB さんの劇場で1回だけしたことがあってそう今日は16人で初めてだったんですけどもう青春を感じた歌のタイトル通りもう青春あの時間は青春。 好きだからとか言ってた時はめっちゃ青春だなと思ったしなんかそういうなんみんなで気持ちが一つになってるって感じがこの前のミチさんの卒婚のあのリセットの安ずみのエンジンの時もそうだけどなんか声を揃える系の私そういうのに弱いんですよあの HKT さんの覚えてくださいっていう歌があって研究生 なな名ですよろししくお願いいますみみたいなみんなんで言うのもうのも私それで毎回泣いてたぐらいアイドルが声を合わせて気持ちを一つにしてやってるっていうのが本当に好きだからそうアイドルが声を合わせて頑張っている姿フェチみたいな感じでもうそういうのが好きだからさもうなんかその今この SDU の一体になって頑張っていこうみたいなのが本当に個人的にもう高まるというか。 すごくない,いいなと思うからこの何勢いツアーやっていくぞーっていう勢いでツアー終わった後もみんなで頑張っていきたいなって思うからなんかそうやって先頭に立った安住がやっていくけどこうついていくだけじゃなく私も何かこうねできたらなと思います。 安住のためにもグループのためにもファンの方のためにも、もう自分のためにもどれもなんか。もう。いろんなために。楽しめるアイドル活動でありたいなと思います。え、本当になんかねいいんだよね。なんですかね？普通に。ありがとうございます。とか言ってる。のでは思わないんだけど、曲中とかの？ 叫んだりするやつとか今日は鉄綱とか手をつなぎながら ske さんの手をつなぎながらとかもなんかあの勢い青春感がすごい好きなんですよね青春アイドルのキラ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 アイドル青春フェチみたいなんだよね 自分もその中の一人だって思うと不思議だわ私にはなかった青春が今来ていますって感じいや多分それなんだよね自分が味わったことのない青春を今26歳にして感じてるからうわーすごいキラキラしてるって思ってる多分それなんです えマックス時も良すぎた私マックス時は後ろで聞いてたんですけどマックス時も今日披露したんですよ a k b s k e n m b h k t n g t s t u っていう順番で披露したんです順番に姉妹グループ順にね国内の姉妹グループ順に披露してそう初恋バタフライもねずっと会いたかったんですよ メールにも X にも書いたんですけど私も初恋バタフライ」を見て HKT さん好きになったんですね、まあ、さんの初めての曲だからそりゃそうなんですけどそう MV を見てわわかわいいと思って HKT さん好きになって「えしめ迷う松岡菜津美さんも本村おさんもかわいいえっ、ー、あいさんもかわいいわわ」ワーワーとか言っておしめんがずっと決まらなかったの私。 最初 HKT さんで駒田さんに出会って駒田さんは死なっだんですけどそういうえあの自分が好きだった HKT さんとの出会いの曲だからそう何度も振りを覚えようってね STA になる前のパセリは頑張ってたけどさ振り覚えとかもしたことないから全然覚えられなくてそうそれを今日披露できてとても嬉しかったですいやー本当に。 なんかいや S T 曲もいっぱいあったんですよ。でも今日の瀬トリと同じじゃなく次からまた変わったりするから一体どこが変わるか楽しみにされてください。いやもうなんか喋りたいことありすぎて本当にね言葉がまとまらない。 そう『桜の花びらたち』青春のラップタイム初恋バタフライにいましたメンバーによって出てる曲数も違ったりしてそうこれに出てるけどこれ出てないっていうのも人によって違うのであのー、ねまあ次の会場で披露するかわ分かりませんがもしあったらそこも注目してみてください私も他の MAX と時とかもやってみたい手をつなぎながらは、ね、やったことがあるんですけど マックスときもやってみたいですね。いい曲や。N.G.T. 派の曲もめっちゃ聴きますよ私。いろいろ聴くよ。ね、いいよねー。いい曲たくさんある。まあ。 いやー今日は本当にもう初日初日を無事に怪我なく終えられてよかったなって気持ちですお休みもなくああと3期生の前座もあのリハーサルも楽屋のモニターで見てたし本番は舞台袖から見て動画撮ってましたで3期の楽屋通るたびに 覗いてサッチにこうやってハート作ってもらったりしました。<laughs> いちごちゃんに手振ったり、そう、色ろしました。あ、今日ああとちょっともう一個言ったいたい。今日オーディション映像が流れて最悪でした。それは言いたかったずっと。オーディション映像が流れてあの私の最終審査のレガのメ,メンバーにめっちゃ笑われるやつのまた流れた。なんか定期的に流れるんだけどあれ。 早くお蔵入りにしてほししいです <laughs> しかもリハで何回も流れてるから気まずいいやだいやだ3期生のオーディション映像初めて見たんですけどもう完成されすぎてて「昨日やん」っていう画面でびっくりしました2.5期生は私2.5期生入った頃からあか抜けてたし可愛かったってイメージだったけど もう今と比べて2年前の2.5期生は赤ちゃんだった今も赤ちゃんと思ったけどもうクルクルとかリオツつんとかのピとか安曇もみんな本当に赤ん坊フェイスでバブバブしてましたバブだった3期は本当に昨日だった <laughs> 3期生入る前からもう赤抜けすぎでしょで現代っ子の顔してたもん 時代を感じたよねいひいちゃん濱田響ちゃんの映像かわいすぎて今日本人に言ったの,あの本番前に「今日オーディション映像が流れるんだけどね」ってネタバレでネタバレで感想を言って「今日流れるんだけどひーちゃんの顔がめっちゃ可愛かったんだよね」っていう話を本番前にしました今日いたんですよあの前座で。 ネタバレしてすみませんめっちゃ良かった可愛かったそう若,若者なんか今時の若者みんな3期生みんな今時のきの令和を生きる若者たちっていう JK! みたいな感じの見た目だったから うん次あのオーディション映像公開されるのは来年かな毎年公開されるのかな、ね、ああいうのってさたまに何年かに1回されるからみんな沸くけどさもうなんか2期生のオーディション映像とかさ頻繁に出過ぎててなんか結構頻繁に流れるからさなんかもうみんな「あまたこれね」みたいな。 感じななのかなどういう気持ちすぎてるんだろうもしかして2期生の5周年とかがあったらそこでも流されるんかなやば。グループの周年でも2期の周年でも流されるのかな早く誰かあのデータを世界中から消してほしいですねフフ <laughs> でおもろいもん嫌だねー なっちゃんと二人私なっちゃんとパセイだけなんか違うみんななんか今よりなんかさ老けてないんですか私オーディションの頃の方がなんか老けてなんか若返ったぞ、ね、確かにいい いやあれを楽しんでくださいいや待って今えあれが今日流れたってことはさこれから全部の会場で流れるかなはは <laughs> やばいちょっとオーディション映像とか見るの好きだよって方いたら私オーディション映像見るの好きなんですよオーディションの写真とかを集めるのをハマってて STU 入る前あのなんかさ雑誌とかのさ執念ブックとか なんかメンバーの SNS ググタスとかでたまに載ってたじゃないですか「オーディションの応募した写真これです」とかああいうの集めてたのフォルダに「オーディションフォルダ」って作ってでそれを参考にしてて私オーディション書類を送る時に書類通りやすくなる撮影の仕方ってどんなんだろうなっていう研究で集めてたんですよずっとだからオーディション映像を見るの本来は大好きなんですだけど自分が公開されるってなったらまた別ですよ <laughs> <laughs> ちょっとあれは違う知らない人だから恥ずかしい誰なのメイクとかも全然わからない時のパセリとかねそう集めてたのいやなんかさ一期生さんの映像とかみ,なみんな赤ちゃんだった。 ねドラさんも赤ちゃんあー赤ちゃんサコちゃんも赤ちゃんみんな赤ちゃんあ赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんだらけやなーってなってみてましたこんばんは明日はね楽しみたいと思います <laughs> 明日筋肉痛とかなってないかな大丈夫かなそうで昨日レッスンがあったって言ってたじゃないですかレッスンもその今日の 披露した新曲のレッスンとかそ,それがあってもう頭がわー高崎早子もっつーあのやつうわあ、ってなってたで昨日ショールーム短めで終わっちゃいました <laughs> そうそうなんですよ頭のあのもうスペースがなくて脳みそのスペースがなくてそ,そんな感じでした。 明日2公演高崎親子イベントパンちゃんの卒業公演とか終わった次はまたねゴールデンウィークのイベントなどに向けてそしてツアーの続きに向けてまた切り替えていくのでみんなに会える機会が増やせるように頑張りたいと思いますいや選抜に入れたことの何が嬉しいってさその。 会える機会が増えるっていうことですよねやっぱり見てもらえる機会も増えるし会える機会イベント関連もそうだし去年でいうとツアーも全会場回れたのは16人選抜だったしやっぱそこ大きいなと思うからねそうですねこれからもあの今の自分の現状に満足せずというかもっとね 自分,が自分自身が納得できる理想像に近づけるように頑張っていきたいと思いますので、あのー、もうパセリは「大丈夫だ身を引こう」みたいなことを思わないでこれからも <laughs> 一緒に成長見守りながら楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。 いろいろいろ喋りすぎて本当になんかもうよく分かってない何を喋って何を喋ってないかも分かってないけどとにかく今は鼻水が止まりません泣いちゃったからさっき鼻水が耐えているはいそうだね夏フェスもね出てるといいけどもっとなんかね んな今までなかったこととかにも挑戦できたらいいよねグループね四国観光大使になったしね四国でもっとなんかイベントとかもね増えたらいいなと思うしうんうん 家族からもおめでとうっておばとかも <laughs>「おめでとう」って連絡くれたりしてなんかそういうね離れた場所で応援してくれてる家族とかにも今回こうやって「おめでとう」って言ってもらえて嬉しかったですなんかそういういろんな人の思いを裏切って。 にこう無駄にしないいアイドルででありたいですずっとね見る目あったわ俺って思われたいですねいやパセリーがもう入ったメガネの頃から見えて見る目あったわいやパセリがいや今日から見つけた人見る目ある。 今,今初めてパセリのこと見てますって人も今から見つけたも,も見るねあるわーって言ってほしいしねみんなに自慢の推しと言ってもらいたいわ、ま、推しじゃない人も大歓迎です密かに応援してますぜの方もねいやー俺が密かに目をつけてただけあるわと思ってほしい いやーもう俺の目に狂いはなかったねって思ってほしい確かに今日の映像見てさ今日の映像のメガネパセリ見て「えこの子いいな」とか思ったらさメガネパセリ新規になって「俺はメガネのパセリを見て分かってたんだよ」とか言えるよ確かにそうだよね リアルタイムとは限らないもんそれもありやあシャーソラハさんから私の配信見に来てたでしょってバレてる連絡が来たごめんなさいたまたま入ったら500回だったのごめんなさいごめんなさいね小 <laughs> ラジオ前るラを前で見るか普通のライブを前で見るか悩みどころそうだよねそうなんですよね STU の方のメンバー公開されてないですもんね声ラジのステージの後に STU のそのステージがパフォーマンスステージあるから声ラジの方に来るとそのパフォーマンスの方はねあれだよね後ろの方とかになっちゃうってことですよねいやそういう難しいところよねそうなんだよね同じ日だもんね声ラジは あの毎年そうだけどパフォーマンスというよりはあの企画系なのでワイ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 とかお,なんかおしゃべりしてる系とかでもね声出しの方もねなんかあの空気感がいいんですよねそうなんだよね難しいねうんそうメンバーも ホイラジのう終わったら移動して STU の方にみたいな感じだったから去年はそうそういやかるその悩みが難しいところですうん推しがそうね複数いる方とか そそうそうマイカーメンバーと2.5期メンバーとかマイカーではこの子2.5期ではこの子とかすいません突然のセキュタイも入りました喋りすぎて喋りすぎてセキュタイムも入ってしまいました止まっちゃいましたすいませんやばいほどほどにしないと明日もあるねちょっと自分の中でどっちを優先するかギリギリまで悩んでみてください 難しい問題や確かにそしてさタワーをたくさんいただいている気づいたらなんか画面がきらびやかになっているうわーありがとうございますすみませんプーさん台湾ジョジョさんワウワウさんありがとうございますとちょっと壇上読むきにスクショを取って。 お礼の方、きらびやかのお礼を書きたいと思いますので待っててくださいパセリさんは明日もドキドキですやべやべやべやびゃ緊張だよ明日うんね ああおめでととううありがとうございますちょっとこれからが頑張りどころというか辛いことにめげない強い気持ちねポジティブな心をパセリが持っていないポジティブな心をね強化していかなきゃいけない時かなと思いますので <laughs> ちょっとみんなの熱い声援を 力に頑張っていこうと思います今はさライブ後のアドレナリンだけどさきっとさ日常のすっぴんとかでさ鏡見てさ「はあ」とかなったりするんだろうなって思って今めっちゃ元気ですだけどこれから「いやあれよ重いの歌詞ですよ」 やっと夢が叶ったと思ったのにこれから先のことを考えたくなるって歌詞があるんですよいやそういう気持ちですね人って先のことを考えて不安になりがち今も楽しめばいいのにねまあそれだけちゃんと先を見据えてるということでポジティブに捉えましょうそこはねえ ねすごいですよね歌詞でさ共感するものがこんなにあるってすごくないわかる,る、ね、今日サインボール全然飛ばなかったそういえばめっちゃね投げたつもりがなんかヒューン,って,ューンってなりました私いつもサインボール上手に投げれない難しい私狙ったりしても届けられないからね と思って今日は勢いに任せていってみたんだけどフィヨンって多分ボールが軽かったのかな重さがなかったボールの重さがなくて愛の重さはあったけどボールの重さなくてフィヨンってなっちゃいましたりねたんがボールなんかあの座席の手前のところに転がしてた <laughs> あーあああってなってた曲中にねみんなフィヨンだちょっと次 命中させようとかホームランしますホームランは打ってるか決めたいストライクか頑張るぞうわあ タタタタンパッチャ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 ンタンタントントンンンンンンこういう振りがこれリーフ歌詞にリーフって葉っぱ葉っぱの振り付けです春夏秋冬はこれリーフはこれですえもよあえもう日付変わるんですかえ嘘やばい ちょっと復習タイムも頑張ります明日も頑張ります明日昼は配信ないんですけど夜はあやパンの卒業公演配信あるのでよかったらよくなくても見てほしいです大好きなあやパンなので私の大好きなあやパンということはみんなも大好きねえ寂しい実感湧いてない私の私のずっとずっと大好きな鈴木あやかちゃんが明日で活動最終日なので 明日はいっぱい泣いてパンパンに目を晴らして帰ってきますね。でもなるべく映画で終われるように頑張りますあ、悲しいよ見てくれてありがとうございましたなんかもう言葉がうまくまとまらなくて上手に伝えられなかったのが悔いですまたメールとかブログとか配信とか いろんなところで活動を通して感じたこととかをお話ししたりしていくのでお話ししたり「たりって使う時は2個「たり言わなきゃいけないたりたりにしなきゃいけないんだけどお話ししたりう考えたりんお話ししたり書いたり書いたりしたいと思いますのであのねえ まあ常に全部をチェックするというのは難しいとは思うんですけどよかったらちょっと気にかけて見てもらえたらと思います。たっぱいっ喋ちゃったあ,お話,し会あお話し会で感想を教えてください。この あの新曲の感想もだしツアーの感想もだし衣装の感想もパセリの髪型もんで今日こんなになんかボサボサなのとかも全部お話し会でさ聞かせてくださいね <laughs>。お話し会今受付中ですアルバムあの、ね、今回はいろんな 企画がありますので浴衣だったりサンタさんだったりその今日着た新衣装だったりもう本当にいろいろあるのでサイン会もありますしツーショット会もあるので本当はねよろしくお願いいたします。それじゃあ皆様ちょっとまだお別れしたくないんだけどももうなんか勝手に着られちゃうので日付が変わる時に。今日はシンデレラなので <laughs> もう壇上読まないといけませんいやーいやほんとよお話し会の初日がさ2か月後でしょやばいみんな今日の感情を忘れずにいてくださいメモしといてくださいね感想とか <laughs> やばい2か月後にしか喋れないの早くても幕張り来れない方は3か月後なのちょっと待ち遠しいよ いやんじゃあ壇上を呼びますねありがとうございましたいきます13位ゆうたくん12位新一さん11位ツーさん10位よしひろさん9位いっちゃん8位ジェットさん7位あみたさん6位たにくん5位しんちゃんさん4位おみかんさん3位ワウワウさん2位台湾ジョジョさん 1> 1位プーさんありがとうございましたありがとうございますタワーもだしあでも結婚してはお断りでした全部今日もあのアルバムが出るけど新しく ST は変わっていくけど結婚してギフトは全部お断りですパセリがあの「これから先のこと不安だよ」とか言ってるけど結婚してはお断りです今後も。 はい、そこは変わらない良さです。共通とした変わらない良さっていうのはお断りをすることです。それじゃあ。これから。あのー、高崎愛子の方頑張りたいと思います。やあ、もう脳みそ。今全部ツアーになってるから、もう今のやつを全部一旦。どっかにしまって。 忘れちゃったら香川とかの時に困るからどっか引き出しにこう飲みそしまって新しい飲みそ付け替えてやりたいと思います。ありがとう見ててくれて